国際観光産業振興議員連盟はカジノに否定的な3党を除く日本の超党派国会議員による議員連盟。略称 IR 議連。2010年4月14日に参加者74人で発足した。通称カジノ議連。カジノの合法化による観光産業の振興を行うと同時にパチンコの換金合法化を目的として発足。参加議員は 現在224名。カジノ導入に向けての動きは2012年年明けにも起こり、民主党は超党派の国際観光産業振興議員連盟が検討しているカジノを核とした特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律案を内閣部門会議で1月31日に了承した。2019年12月。 中国企業 500.com による火事の汚職が報じられ、この議連から自民党の秋元司、白須賀高岩谷武宮崎正久、船橋理美、中村博之、日本維新の会の下地美京の名が上がった。IR 推進関係者は、2010年当時は民主党政権で民主党議員がトップだったが、今は自民党ばかりで、 利権付きの自民党に任せたからこんなことになったと、ぼやいた。2020年1月7日、下地が現金を受け取っていたことを認めた上で、日本維新の会を、離党届を提出。一方、自民党では、宮崎に関して、週刊、文春の報道があったほか、船橋に関しては領収書や差額に関する説明に、地元から批判が紛失した。 秋元司の保釈条件には、白須賀高城と、勝沼栄民前議員、500ドットコム社側が100万円ずつを渡したと、供述した、下地紀清ら子議員も接触制限の対象とした。2021年9月7日、東京地方裁判所は、収賄と組織犯罪処罰法違反の罪に問われた、秋元司に対し、懲役4年、追徴金、 約760万円の実刑判決を言い渡した。ありがとうございます。